リモートニュースの時間です。ぶっ壊しました。先日、ある人物から何かを借りた人がいました。その借りた人は、借りたものの一部を見事にぶっ壊しました。NHK をぶっ壊す。この人は文明の利器アロンアルファを駆使し、ぶっ壊れた部分を復元しました。貸したものが返ってきたときはぶっ壊れていないかよく確認しましょう。以上、リモートニュースの時間でした。